今回の調和セレモニーでスター・オブ・ザ・フェスティバルになったようですね。おめでとうございます。大劇場に入る前に主催者を代表してあなたに心からのお祝いを申し上げます。アイオーンの光の下であなたが喜びを享受できますように。以前約束したように私、ロビン、そしてベルトさんは夢の主と話し合い、ピノコニーと性格の真実について共通の認識に達しました。私とオーク家一同は皆さんの要求には応えられません。予想通りだね。ピノコニーには改革が必要。七死人の皆さんの意見には賛同しますが、あなたたちの求める方法を取ることはできません。宴の星を混乱と無秩序、弱肉強食の夢追いの地に戻そうとするなどありえないことです。ここまで難関を切り抜けてきたあなたなら、多少なりともかの時代の縮図を感じたことでしょう。弱者は容赦なく淘汰され、平等は存在しない。残酷な競争の中で人々は明日が見えない状況に追い込まれ、苦しい日々を送っていました。最終的に成功を収められるのはあなたたちのような英雄だけなのです。聞かせてください。もしあなたが性格から特別な身分を与えられていない、ただの脆弱な一般人の一人に過ぎなかったとしたら、どちらのピノコニーの方がいいと思いますか？適者生存の荒野、それとも誰もが幸せに暮らせる美しい夢の楽園？重要じゃないでしょ。この人に振り回されちゃダメ。サンデーさん、オーク家の人たちが性格に関する措置に完全には同意できないとしても、今はピノコニーの過去や未来について弁舌を振るっている場合じゃないんじゃない？性格の問題はピノコニーの全ての人の生死に関わるの。もしそちらにもっといい提案があるなら、私たちは喜んで聞くわ。だからその話し合いの一部始終を詳しく教えて。そうすれば私たちもベルトやロビンさんに一体何が起きて約束通りに来られなかったのか分かるでしょ。ナビゲーター、私もそのつもりでした。全員揃いましたので、その話し合いのことから説明しましょう。私たちの苦境と選択、それぞれの理想と信念、そして私たちが進むべき唯一の道についても。つまり、長年にわたり私たちが世の人々を幸せにするために開催していた調和セレモニーを、野望を実現するための道具にしていた悪党がいると。はい、調和セレモニーが始まり、性格の力が歌声とともにピノコニー全体に広まれば、夢の中にいる全ての人々は夢から覚めることができなくなります。それは驚くべきことだね。無教は五大クランが共に守った結果、仮に誰かがセレモニーを利用して性格の力を広めようとしているなら、
その人物は高い地位にいることになるが、誰か疑わしい者はいるのかな。本当に性格の存在を知らなかったのか。この七死人がここまであからさまに疑いの目を向けてくるとは本当に驚きだ。気分を害したなら請求列車は丁重に謝罪しよう。だが今は差し迫った状況でな、詳しく調べている余裕がないんだ。これも無教の平和と安定のためと思って俺たちの懸念を消してもらえるとありがたい。調和セレモニーと性格は無関係であり、私たちが無意味な心配をしているだけだと分かれば、私は予定通りステージに立って歌います。サンデーロビン、私はずっと君たちの成長を見守ってきたから、その気質もよく知っている。今の君たちは最も信仰心の厚い代弁者と言えるだろう。決意は十分に伝わった。この剣は他とは異なり極めて重要だ。ベルトさんが心から求めているのであれば、私自ら答えるべきだろう。必要があれば王府家の者たちも君たちの指示に従わせる。サンデー、アイオーンに光を降り注がせるよう祈り、祖に代わって私に問いかけなさい。その光の前では全ての嘘が暴かれる。御意のままに。ロビン、この場を見届け、真実を記録しなさい。そして私の潔白を伝え、汚名を完全に払拭するんだ。御意のままに。主の意志は天に行われる通り、地にも行われますように。三つのカンバセを持つ魂よ、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。始めよう。私が準備すべきものは何もない。はい。質問。あなたは己の神に対して敬虔であり、他のアイオーンを崇拝したことはありませんか。もちろん。あなたは自分自身を愛するのと同じように己の神を愛していますか。また常にその教えを心に留めていますか。もちろん。あなたは己の神が望む道を外れ、その名に背いたことはありませんか。一度もない。あなたは己の神に対して度を越した要求をしたり、創造物としての本分を超えようとしたりしたことはありませんか。一度もない。では最後の質問です。あなたは過去、現在、未来を問わず全ての約束を果たすと誓えますか。
神に近い。私の言葉に嘘偽りがあった場合、または私が約束に背いた場合、掟に従って呪いを受けよう。祖はあなたの信念を見てそれを認めました。これによって証明でき。待ってくれ。どうかしましたか、ベルトさん。もう一つ答えてもらいたい質問がある。俺の知る限り、ファミリーの平和共存は掟とやらに依存したものではないはずだ。二人が口にしていた神とは本当にシペのことなのか。ベルトさんは分かっているはずだ。ファミリーの者たちは兄弟のように親しく、その光の下で一致団結している。双心を抱く者は等しく調和の面前で暴かれるだろう。それほど繊細で複雑な学章をデームであるシペ以外に完全に調和させられる神などいるだろうか。完全に調和、問題はそこにある。裏で調和を変えているのは外敵ではなく、その学章からひっそりと生まれた不協和音だ。遠い昔、この世界にはあるアイオーンが存在していた。祖は指を動かすだけで銀河の掟を作り、その信徒たちは天外聖火隊を結成し、全宇宙に荘厳かつ崇高な聖火を伝えた。その後、そのアイオーンはなくなり、祖が歩んだ道は調和と衝突して後者に吸収され、同化することになった。そして宇宙に響き渡っていた合唱は一度静まり、再び聞こえ始めた時にはすでに調和の賛歌となっていた。アイオーンが消えても主のいない運命は残る。万物を包み込む調和の中で、かつての雑音が静かに生じることがあっても不思議じゃない。ベルトさん、鋭すぎるのは良くない。特に孤立無援の時にはね。ふん、やはりそうか。私たちの偉業のためだ。サンデー、二人には少し休んでいてもらおう。何ですって？すみません、ロビン。あなたにだけは全てを知ってほしくなかったのですが、残念ながら願いは叶いませんでした。つまり私が歌えなくなった本当の理由はそれだったってこと？ピノコニーを覆う影は本当は、私たちは最初から調和の子ではなかったんです。私たちの理想の楽園もシペが作るものではありません。人々の幸福は万人の上に立つ一人が約束するしかないのですよ。掟の中で人間は社会を築く。そして調和の中で私たちは秩序を得るのです。信じられない。まさかピノコニーに秩序の残党がいたなんて。あんたたち、幼児ちゃんとロビンさんに何したの？ご安心ください。彼らには
人で運命について考える時間を与えただけですから。分かってるでしょうけど、それは請求列車を敵に回すことになるわよ。七死人の皆さんを敵に回したとしても、それは私と大久家だけ。しかし実際にはそこまでは言っていませんよね。皆さんがピノコニーの正義のために奔走していることは誰もが知っています。おや、頭の回転が早いですね。あなたの思考は彼と同じように鋭いようだ。もし秩序があんたを使ってベルトとロビンさんを監禁して、それを出しに私たちを従わせようとしてるなら、話し合う必要なんてないと思うけど。それは誤解ですよ、姫子さん。彼らは無事です。ファミリーが約束しているように、無教の中では誰も傷つくことはありません。秩序の美しい新世界に属しているならなおのことです。ピノコニーとこの宇宙はあまりに多くの無垢の血を見てきました。強者は弱者に刃を向け、勝者は敗者の命を終わらせる。自然淘汰。世界はこの法則に従い、全人類の幸福を弱者の屍の上に築きました。そして私たち、あるいは私だけが、この不条理な茶番を終わらせる力を持っているのです。あんたたち、死んだアイオンを蘇らせるつもり？これまでにそんなことを成し遂げた人はいないわ。姫子さんが興味を持ってくださったなら、こちらも隠さずに話さなければなりませんね。私はかねてより、人々は平和的な方法で互いを理解することができると考えてきました。これから秩序の行進の志をありのままに伝えますので、それを請求列車ピノコに、そしてこの宇宙に対してより良い判断を下すための材料にしていただければと思います。ただその理想の姿を言葉で説明するのは難しい。なので皆さん、私についてきてください。来た道をもう一度一緒にたどり、その道がどこへ向かっているのか見てみましょう。あれ、あいつが消えた。ようこそ。ここはピノコニーの無境の一角ではなく、私の心の中の世界。目の前の景色が変わらないのは、皆さんの意識が類似した概念を抽出して保管しているからです。あんた、ベルトにも同じことをしたの？これは一種の調律で、より強い効果がありますが、その分精神も消耗します。そちらの灰色の髪のお客様は以前にも体験したことがあるのでわかりますよね。この調律によって皆さんは私の感情をより直感的に理解できるようになる。そしてそれは私が皆さんに何も隠し事をしていないということを意味します。では次に大画面を見ていただけますか。私たちの歩んできた道はここから始まります。ここから皆さんには私が経験した数々の選択の一部を見ていただきます。共に苦境を味わった後なら、皆さんにも私の考えをある程度理解してもらえるかと。では始めましょう。一つ目の選択は雛鳥に関するものです。これは私とロビンが子供の頃に起きたこと。私たちは性格の災いの被害者でした。そしてファミリーのゴフェルさん、
後のピノコニーの夢の主となる人物が身寄りのない私たち兄弟を見て引き取ってくださったのです。その後しばらく私とロビンは比較的気楽な時間を過ごしました。しかしある日の夕食後、私とロビンはゴフェルさんの庭で偶然にも孤独なハーモニービジョンのヒナを見つけたのです。そのヒナ鳥はとても小さく、まだ羽も生え揃っておらず歌も歌えませんでした。私たちが見つけた時、そのヒナは草むらの中で息も絶え絶えになっていたので、おそらく親鳥に見捨てられたのでしょう。私たちはすぐにクッションを持ってきて、その上でヒナを休ませようとしました。しかしよく考えてみると、その年の冬は寒さが厳しく、夜になると庭には強い風が吹きすさび、多くの毒虫や野生の動物が出没していたのです。ヒナ鳥を庭に置き去りにすれば間違いなく春まで生き延びられません。そこで私はそのヒナ鳥を連れ帰り、窓のそばの棚で休ませ、ゴフェルさんに鳥籠を作ってもらうことにしました。私たちはヒナ鳥が自力で空を飛べるようになったら再び空に返そうと約束しました。しかし残念なことに、その鳥の運命は私たちの知らないうちにすでに決まってしまっていたのです。そのヒナ鳥の結末は私たちの選択にかかっている。さて、この選択の権利を皆さんに委ねましょう。この状況に対してあなたたちはどのような選択をしますか？私たちの最初の案を採用してクッションをヒナのベッドにしてあげますか？それとも鳥籠を作って暖かい家の中で可愛がってあげますか？あなたたちの答えを楽しみにしています。興味深いですね。気持ちが固まったのなら、その選択がヒナ鳥にどのような運命をもたらすのか教えてあげましょう。私が観察した結果、その庭には小鳥を捕食する動物が少なくとも3種類出没することが分かりました。フシスコーピオン、アスデナクズリ、ハンティントンコアトル。人間に危害を加えることはできないものの、これらの生き物は小さな庭では上位の捕食者です。そのような場所でハーモニービジョンのヒナを待ち受ける運命は一つ、それは苦痛の死。あなたの選択はとても残念に思います。続いて二つ目の選択に進みましょう。次はある夢追い人の話です。これは私が卓音の職についていた時の出来事です。ちなみに卓音とは、無境の住民の戸惑いや迷いに耳を傾け、彼らにふさわしい導きを与えるオーク家特有の役職のことですね。私が無境の各方面からの声を聞けるようになったのもその頃でした。喜び、憂い、傲慢、後悔、そこには複雑な人間性が織りなす世界があり、私は幸いにもその一端を垣間見ることができたのです。
それは一人の夢追い人であり密航者でもありました。他の人々と同じように彼は素晴らしい生活に憧れを抱いてピノコニーにやってきた。しかし彼が支払った代償は普通の人間にとってはまさに全てを投げ打つと言えるようなものでした。彼は私に家にある売れるものは全て売ったと言ったのです。家、土地、そして二人の子供も。自分には子供を養えないが奴隷になれば少なくとも食べてはいけると話していました。彼は計画も立てていました。財を成した後子供たちを買い戻しピノコニーの美しい夢を共に楽しむという計画を。しかし残念ながら彼の密航は少々ずさんだったため頑固なハウンドたちに嗅ぎつけられてしまったのです。その夢追い人の話を聞き私はすぐにハウンド家に追跡の中止を求めました。そうすれば彼は安心して暮らせるようになると思ったからです。ですが私の考えは浅はかだった。この独りよがりの決断が後に苦い結果をもたらすことになるとは思いもしませんでした。答えを明かすのは後にしましょう。さあ皆さん選択してください。私と同じような決断をして追跡を中止するようハウンド家を説得することでその夢追い人を生き延びさせ願いを叶えられるようにしますか、それとも沈黙を貫き運命の審判が下されるまでハウンドに彼を負わせ苦しみながら生き続けるようにしますか。皆さんの選択を楽しみにしています。もしかするとその悲劇を変えられるかもしれません。あなたも私と同じようにもう一つの選択の方がより良い結果をもたらせるのではないかと考えているようですね。しかし残念ながらその選択では彼の結末はさらに悲惨なものになるでしょう。仮に彼が最後まで捕まらなかったとしても精神を錯乱させて死ぬのが関の山。密航者が夢の中に入る手段は異常なものばかりでホテルのように完璧なものではありません。無境の中で生活するなどそれこそ夢物語と言える。もし彼が捕まったらハウンドたちは情けをかけるでしょうか。答えはノーです。彼らはそれに伴う結果に責任を負えませんので当然リスクを冒してまで助けようとはしません。この選択についても私は残念に思います。次は三つ目そして最後の選択。今回の話は私自身に関するものになります。これは私が大奥家の当主に就任した日のこと。当時ゴフェルさんはすでに夢の主となっており彼の求めに応じて私たちは個人的な話し合いをしました。驚いたことに夢の主は私に一通の手紙を持ってくるためだけにその話し合いの場を設けたのです。そこで私は手紙の内容を読むよう言われたのですがその手紙は妹からのものでした。
手紙には日常的な挨拶や彼女が旅した様々な世界での体験について書かれていました。そしてその手紙が話し合いと何の関係があるのだろうと疑問に思った時、不意に夢の主が口を開いたのです。この手紙は誰が書いたものかわかるかい？それはもちろん妹です。この筆跡は妹のものですから。夢の主、なぜ私たち兄弟の日常的なことで尋ねてこられたのですか？この件を深く理解してもらうためだ。聞くが、君は今ロビンがどこにいるか知っているかい？手紙の内容からするとカスビリンアート8でしょうか。今はそこで巡回コンサートをしているようですね。その通り。では彼女は流れ弾に当たったことについて触れているかな？流れ弾？それは、その星では戦争が起きている。だからこそロビンはそこを目的地に選んだんだ。調和を広め、その星の命を救うため、彼女は自ら前線に赴いた。その歌声で人々の苦痛を和らげ、自らカンパニーの救援物資の輸送を手伝おうとしたようだが、残念なことに流れ弾は無情だからね。ロビンは今どうしているのですか？手術が成功していれば今頃は野戦病院で休んでいるはずだ。はあ、その銃弾は彼女の首に直撃した。しかし日頃から調和の善行を実践していたためか、銃弾は命脈を傷つけなかった。君の雑務が済んだらすぐに彼女に返事を書いてあげなさい。あの野蛮人とも、え、今すぐ荷物をまとめます。教えてくださってありがとうございました、ゴベルさん。これでどうして彼女がいつもあのような複雑な首飾りをつけているのか分かったでしょう。そんな、ロビンさん。もう過去のことですから気にしないでください。このことを皆さんに話したのは調和の限界と苦境を理解していただきたかったからです。強きをもって弱きを助けるというビジョンがどれほど素晴らしいものでも、ほとんどの場合は一方的な願望に過ぎません。同じように皆さんに最後の質問、最後の選択を用意しました。ご安心ください、今回の選択は重苦しい結果を招くものではありませんから。実際何も起こりません。これはただの空想であり、私を幾晩も悩ませてきた悪夢。もし皆さんに私のような選択をする機会があったとしたら、ロビンが踏み出した調和の旅を応援しますか？
皆さんの考えは分かりました。私がこれらの質問をしたのはあることを明らかにしたかったからです。すなわちピノコニーの苦境は調和では救うことができず、本当に美しい夢の楽園を築けるのは強い者が弱い者を制する秩序だけだということ。人が苦しみを受けた時の痛み、道を見失った時の戸惑い、願いが叶わなかった時の落胆、さらには絶望がどれほどのものか私はよく知っています。そしてそれらすべてが私を苦しめている。なぜならこれでは幸せとは言えないからです。私たちは弱者に幸せに暮らすための方法を教えなければなりません。そしてその暮らしとは上流階級の貴族たちが口にするような洗練されたものではなく、絶対的な意味で人間が生存するためのものなのです。あなたにとって幸せな暮らしっていうのはどういうものなの？いい質問ですね。人間の意識とは本質的に一種の幻想であり、自己価値という名の牢屋のようなもの。人々はその幻想に導かれ過ちを犯しますが、その結果は自分以外の人が背負うことになるのです。過ちが一つまた一つと人々の中に満ちていき、やがて限界を迎えるとその牢屋が連なって監獄を作り出す。それが適者生存という名の自然法則です。そして自然は常に略奪と犠牲を伴う。その反対にあるものこそが秩序なのですよ。私がしようとしているのは全ての生き物の幸せを唯一の秩序のもとに置くこと。そうすれば人々は苦渋の選択をすることも人間の弱さに向き合う必要もなくなるでしょう。野獣の悪習を捨て去らなければ人間のための楽園は築けないのです。ただ思想を説明するだけでは抽象的すぎると思うので、簡単な例を挙げましょうか。皆さんはすでに知っているかもしれませんが、いくつかの世界には2連休または3連休という社会運営制度があります。その貴重な休日に人々は生活の重圧から解放され、魂の平穏を取り戻すことができるのです。そう、そうした日にだけ人々は弱肉強食の法則と向き合わずに、ほんの数日の幸せな暮らしを送ることができる。しかし数日という時間は長い人生に比べるとあまりにも短い。私としては社会の理想的な制度は週休7日であるべきだと考えています。日曜日の翌日、翌々日、さらに翌日、そうして永遠に続く日曜日、これこそが新世界の姿であり、何もしなくていい永遠に平和な日々なのです。これにより人々は楽園の中で本来あるべき居場所に戻ることができます。ある人は銀河を見上げ、孤立した世界ペガーナまでの距離を計算することに全力を注ぐ。ある人は片隅で抱き合い、余計な役目を負わずにいられる。もう現実世界の苦しみを背負う必要はない。こうすることでこそ人間は最も高潔な姿で運命に定められた結末に向き合い、尊厳に満ちた一生を送ることができる。これこそ幸せに生きるということなのです。蛍さん、ロストエントロピー症候群を患うあなたならこれが何を意味するのかわかるのではありませんか？
て、その代償は何なの？代償は取るに足らないものですよ。ただの私という個人の永遠の犠牲です。この楽園を人々のために維持するには、この宇宙が終わるまで誰かが孤独な覚醒者として残らなければなりませんから。覚醒、それってつまりその楽園も夢ってことだよね。なら楽園に足を踏み入れることは現実世界を捨てることを意味してるんじゃないの？捨てるのではなく超越するのですよ。人の肉体は弱い。物質が精神的苦痛の根源であるならば、私たちはそれに打ち勝たなければなりません。でもそういう幸せの中で人々は苦痛に打ち勝つこともなければ、その機会も永遠に失ってしまった。言い換えればこれは逃避だよ。そう思われても構いませんが、逃避は恥ではないでしょう。むしろ誰の心にも逃避の種はある。蛍さんも生命体はなぜ眠るのかという疑問の答えは、夢から覚めるのが怖いからだと思っているのではありませんか？しかしそれは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ、私たちは人間の弱さを理解することも、それを受け入れ守ることもできないのです。私はサンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。でも私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は、人間が自分のために選択するのは当然のことで、生まれつき持っている権利だと思う。逃避は弱者の本能かもしれないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。あなたの目には私も弱者に見えてるの。私は自分が弱者だとは思わない。ホタルは自分の意見を述べた。私たち請求列車も答えを出しましょう。あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように、彼に私たちの選択を教えてあげて。